ハリー・ホップキンスハリー・ロイド・ホップキンスは、フランクリン・ルーズベルト大統領の側近で、商務長官を務めた。ニューディール政策においては、公共事業促進局を拠点に失業者の救済プログラムの作成を行った。また、第二次世界大戦中は、ルーズベルトの外交顧問として、レンドリー・スポーの策定をはじめ、アメリカ合衆国の戦時戦略の遂行に、 重要な役割を担った人物である。アイオワ州生まれ。1912年、グリネル大学卒業。ニューヨーク市の児童福祉局、アメリカ赤十字、ニューヨーク貧困状態改善協会や、結核協会などで、社会福祉、公衆衛生政策の策定や運営に携わる。1930年代に入り、緊急救済局での働きが、 当時ニューヨーク州知事を務めていたルーズベルトの目に留まり、ルーズベルトとの信仰が深め、彼の側近としての地位を築いていった。ルーズベルトの大統領就任と共に、ワシントン DC 政界入りし、連邦緊急救済局や公共事業促進局の長官として失業者対策を中心に、ニューディール政策の実施に尽力した。 1938年から1940年まで、商務長官を務めた。第二次世界大戦が勃発すると、ホプキンスは、ルーズベルトの非公式な特使として、カイロ会談、テヘラン会談、ヤルタ会談に同行し、チャーチルや、スターリンら連合国首脳との調整役として、活躍した。なお対戦中、ソビエト連邦要人と頻繁に接触していたため、 ホップキンスに対し、いかなる経緯でこれほどまでに、ソ連側の信頼を得るに至ったのかという疑惑が、向けられた。さらに、彼が、ルーズベルト時代に押し進めた、外交政策の多くがソ連による、共産権の維持と拡大への支援となっていたという、事実に照らして、実は、ソ連のスパイではなかったのか、あるいは世界を資本主義と、 共産主義に分割して、冷戦を演出しようとしていた何者かの工作員だったのではと噂されるまでに至っており、アメリカ陸軍の常時冗談少佐から、アメリカの最高機密であった、原爆情報をスターリンに届けていたと著作の中で、告発されるなど、その背後事情や審議に関して様々な論争がある。1946年1月29日、 ニューヨーク市で遺願のため死去。クリストファー・アンドルー、オレク・ゴルジエフスキー、KGB の内幕、レーニンからゴルバチョフまでの対外工作の歴史、福島正光役、文芸春秋、1993年、上官、ピアニッシモ、413から418。ヘルベルト・ロマース・チン・エリック・ブレーンドル、ザ・ベノナ・シークレッツ、エクスポージング、 ソビエトエスピオナージアンドアメリカズトレーターズレグナリー2001ピアニッシモ213215ベルヌ・ W ・ニュートン A ソビエトエージェントハリー・ホップキンスニューヨーク・タイムズオクトーバー281990ありがとうございます